じゃあ次の質問はこちら。はい、はいはい、ラジオネームあずきちさんからの質問です。だから SE に乗せてお前喋んなよ学習しろ。もうお兄ちゃん、お兄ちゃん落ち着いて台本にも書いてあんだろうかよ。ヒロミ、おめえ SE が流れてから喋んだよ。そうですね、台本に書いてあります。まあまあ落ち着いて。すいません、どこで土下座すればいいですか。なんで妹にはめちゃんこ優しくて誰ださんにはガスガスなの。当たり前だろうがよお前、こっち妹なんだよ。メガネかけるから許してください。それは僕だよ。それは僕がなんかテンションが上がるだけだよ。頑張って、明日から妹になるんで。じゃあもう一回チャンスをください。そんなやすやすと妹になれるの。じゃあまあ、いきますよ、はい。ラジオネームあずきにさんからの質問です。はい、はい、うどんにのせるトッピングといえば。おこれは難しいよね。これ色々あるじゃないですか。うどんです。そこをね、はい、そこを合わせていくのが私たちのパワーですよ。ちょっと待って、あれ。ということで皆さんフリップにお書きください。うどんに乗せるトッピング。だってさ、うどんなんかちょっと気づいちゃいました。しかもさ、この状態だとあの汁のあるやつぶっかけとかじゃないんだ。うどん、なんだろうな、なんだろうな。ほらさ、なんかさ、なんだろうな、絵がなんですか。これ180円かけるの。ほんとだ、びっくり。絵にもう乗ってる。あれ描けばいいのかな。あれ、いや、あれ多分、いやでもほら、皆さん思い描いたやつを描けばいいんですよ。そうですよ。まさか揃わないですって。揃わないよ、そんな5人全員揃うなんてない。ない。はい、というわけで、じゃあ、はい、皆さん、嘘、そういう流れ。嘘、フリップにお書きください。それではスタート。お、あまりにもざっくりしすぎてる。俺どこに乗ったらいいのかわかんねえよ。さあ、何書こうかな。待って、それを書けばいいの。トッピングか。なんだろう。ねえ、それを書けばいいの、ケンさん。ケン、それを書いたらいいの。ね、それを書けばいいの。うん。お前今、うんっつったからな。うん、わー。絶対大丈夫でしょ、これ。皆さん黙るのやめましょう。山岡さんは趣味は何ですか。はい、趣味ですか。趣味は何。はい、お前ナンパすんなよ、ここで。ナンパしないよ。公開ナンパ。喋ってって言われた。合コンじゃねえんだよ。合コンじゃないでしょ、どう考えても。こんなついたてある合コン。やめろよ。お前こういうところで婚活はやめろよ。ご趣味はみたいな。そうですよ。唐突すぎたね。そうだよ。そうよね。本当だよ。そっか、自己紹介してからだったね。そうそう。僕の趣味はラインストーンでずっと眺めるのが好きなんですけど、ご趣味はって言えばよかったね。そうそうそう。そこだね。そっか。はい。じゃあ、いいですかね、じゃあ。はい。はい。というわけで、お見合いはちょっと一旦終了して、一人分答え合わせしていきますよ。はい。はい。じゃあ、まず、達久さんから、どうぞ。はい。おー、そうきましたか。なるほど、なるほど。その選んだ理由っていうのは何ですか。選んだ理由はなんかこうビビッときたんですよね。ああ、なるほどなるほど。なんかね、でも定番ですよね、やっぱりね。そう、うん、なんかね、ビッときたんですよ。ああ、なるほど、わかりました。そう、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、みのりんさんお願いします。はーい、じゃーっと。ほう、あ、じゃ、はい、はてな、なんだ、はて、すごいね。うどんにはね、ネギしか入れないんですよ。ああ、やっぱり。あ、じゃあ結構、ご実家とかでも、やっぱそういうスタイルが多かった。そうですね。なるほど。ネギしか入れません。あ、素晴らしいな。シンプルイズベストとも言いますしね。そうだね。考えもしなかったですね。そうですね。はい。じゃあ、そんな、ケンさんはいかがでしょうか。はい、じゃあ僕は、こちらです。なぜですか。やっぱり体にもいいですし、まあ、抵抗力が上がりますしね。そうだよね。やっぱり僕は最近これをよくね、入れてますね。なるほど、はい、そうだよな。健康面を考えないと。さすがお母さん。お母さんじゃねえよ。あ、ごめんなさい。やるな、お母さん。お父さんじゃねえよ。お前のお父さんになったつもりもないよ。パパパパじゃねえ。パパお小遣いくれよ、お小遣い。おい、どんだけ大きいんだよ、もう。パパ、パパ500円くれよ、500円。安いな。500円くれよ。じゃあ後でね。じゃあ後で500円もらいましょう。私じゃあその金田さんお願いします。ドン、ネギ。なぜその理由を。そうですね、なんかあれですね、神っていう字に似てるからこれかなと。神といえばね、やっぱそうですね、うどんと神ってちょっと似てるところあるじゃないですか。なるほどなるほど。そういう見解もありますよね。そうなんですよ、やっぱネギかなと思って。大丈夫、今危ないところに足一歩軽く踏み入れた。うどんの神様とちょっと話してきますね。あ、オッケー。はい、じゃあゆりちゃんにしようか。はい、はい、これで私運命がかかってますよ。やばいっすよ。なんか変なの書いてあるけど、お願いします。はい、いきます、せーの、じゃん、ネギ。わー、ネギ、ネギだ。
すげえ。横に書いてある得体の知れないものは何？それわさびでしょ。わさびでしょ。わさびだろ。ネギ。生姜じゃないの。生姜か。ネギ。わさび。ネギ書いたんです。これネギに見えますか？生姜です。ネギに見える方いますか？いいじゃん別に。ネギです。ネギです。なるほど。ということは全員ネギ。わあすごい。嘘そんなことだ。すごい。やったー！え、今まで育ったことあるんですかこれ？ないです。ないの？すごい。ご褒美は何さ？ご褒美は皆さんあのネギをいつでも食べていいっていうご褒美が贈呈されました。本当だな。おめでとうございます。おめでとう。はい。あ、すごい。全然盛り上がってない。はい。というわけでね、はい、こんな感じでお送りしてきました協会の質問でした。忘れないよ笑顔。